ハイドゥービハール県の一県省。ハイドゥービハール県は、ハンガリー東部の県。サボルチ・サトマール・ベレグ県、ボルショド・アバウイゼンプレーン県、ヤンス・ナチクン・ソルノク県、米シュ県と接する。県とはデブレツン。県人口はおよそ54万9千人。県面積6211平方キロメートル。県は、地理的に同一な形態ではない。 近隣地方と共にいくつかの形態からなっている。北東部は左室のニールゼグ丘陵が県境まで広がる。西部はプスタで広大な平野である。ハイドゥービハール県はハンガリー東部を占める。県面積のほとんどは平野でパンノニア平原の一部をなす。標高の最高地点は県北部の170.5メートル地点である。県は南へ向かって、 低くなっていく。最低地点は85メートルである。風と河川が数千年かけて土地を形作ってきた。現在のハンガリーは原始の頃内海の下であった。その後幾度かの地殻変動を経て、この海からカルパチア山脈の峰々が隆起した。山から流れ出た荒々しく素早い河川がゆっくりと内海を消し去っていった。後に、 広大なハンガリー平野は、河川の堆積で作られた。風は年月きを掛け岩石を削り、より小さな砂流レスに変えた。このレスが厚くハイドゥービハールの平野に積もり、肥沃な土壌にしていった。県内には二つの大型河川、ティサ川とコロシュ川が流れる。ホートバージ地方は、最初にできた地である。ティサ川流域は時に洪水に見舞われることがあり、 川の排水が管理できるようになってから、ホートバージは乾燥していき、特別な植生を得た。ハイドゥービハール県は、第二次世界大戦後に成立した。前身は、1938年以前の旧、ハイドゥー県と、旧ビハール県である。5本の主要道が県内を走っており、M3 自動車道が、デブレセントを結ぶ。 県内の公共道路網は合計で1 5 1 1トルに、なる。122本の橋が河川と運河に架かる。道路は、アールタンドとニーラーブラーニの2町村から、ルーマニア国境へとつながる。国内平均と比較すると、ハイドゥビハール県は、市町村が少ない。19の町と62の村がある。都市は一つである。ありがとうございます。